舞台は神戸市立中央体育館です。2021年西日本では初めての試合ということになります。新生ジム主催の興行ということになります。今日は西日本全国各地で雨が降っています。春の嵐となっています。暖かい日が続いたり、時に冷たい雨が降ったり、まさに三寒四温、春の訪れを感じさせるような季節となっています。青コーナーから入場してきました、阿比留美智子、東京世田谷大蔵ジム所属。これまで6戦戦って2勝4敗、これが7戦目ということになります。デビューしてからなかなか勝てずに、3連敗からの2連勝もあり、昨年の10月に敗れて再びこれが再起戦ということになります。強い気持ちを持ってどんどん前に出る阿比留美智子のボクシング、今日も見られるんでしょうか。階段の前で一つ精神統一、リングを見ました。階段を踏みしめるように上がって、今リングインです。阿比留美智子、 青コーナーから入場しました。女子フライ級4回戦で行われる阿比留美智子対濱田麻里奈の一戦。阿比留美智子30歳、敗れた後2連勝もあって、ピンチの中でもしっかり気持ちで負けないメンタルを培ってきましたというふうに戦前語っていました。そして赤コーナーから入場してきました濱田麻里奈、兵庫県神戸市出身、地元の試合ということもあって大きな拍手に包まれています。神戸市立中央体育館です。日本女子フライ級5位に位置している、ランクインしている濱田麻里奈、入場してきました。水を含み階段を上っていきます。これが4戦目、これまでデビューしてから負けを知りません濱田麻里奈、今リングインです。地元の観客からは大きな拍手送られています。第1試合女子フライ級4回戦を行います。赤コーナー111ポンドのエスケランサー所属、日本女子フライ級5位、濱田マリナ、これが4戦目地元での試合ということになります。観客に向かって礼をして試合に臨みます。日本女子バンタム級7位、阿比留美智子。阿比留美智子30歳、東京世田谷大蔵ジム所属です。同じく今村智博、同じく池原智子、2人にとってはこれが分岐点となる試合となります。女子フライ級4回戦で行われます阿比留美智子対濱田麻里奈の一戦。2人にとってさらに上のランクに上がるためには勝たなければいけない試合ということになります。気合は十分、阿比留美智子。女子フライ級4回戦、阿比留美智子対濱田麻里奈の一戦です。この試合の解説は新生ジム伊賀薫さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず左のジャブを打っていったのは阿比留美智子です。伊賀さん、この試合女子フライ級4回戦で行われますが、まずはどういったところがポイントになってきそうですか。そうですね、前回以前の試合
両選手とも拝見させていただいたんですけど、やっぱり、4回戦なので、どれだけ打ち合えるか手数を多く出せるかっていうのが、勝敗の決め手になるんじゃないかなと思います。はい、試合始まって、左のジャブをしきりに出していくのは阿比留美智子、青のグローブです。対する赤のグローブ浜田麻里奈はこれが4戦目、これまでデビューしてから負けを知りません。2勝1分け、こういったプロの舞台で勝てる、負けを知らないというのは一つ、左のストレート右のストレート打っていきます。浜田麻里奈です。伊賀さん、プロにとっては、はい、負けを知らないというのは一つ武器になりますよね。そうですね、やっぱりずっと勝ち続け、引き分けも浜田選手はあるんですけど、はい、やっぱりそれはすごい自信につながると思います。そうですね、対する阿比留ですが東京からやってきました。以前の試合はかなり前に出るという、どんどん手数を出してという試合もありましたが、この試合は落ち着いてジャブも交えながらという展開になっていますね。そうですね、しっかりお互い両選手ともジャブを出しながら上手にボクシングしている印象ですね。はい、この阿比留ですが、これまで少し自分のボクシングどんどん前に出てこうごちゃごちゃとなってしまうことが多いんだと、そのところをしっかり落ち着いて試合展開していきたいなという話もしていましたが、第一ラウンドです。お互いに距離を見合って右のストレートで突っ込んでいったのは阿比留です。第一ラウンド終了です。女子フライ級4回戦で行われています。浜田麻里奈は兵庫県神戸市の出身、地元での試合気合十分でやってまいりました。これまで3戦は2勝1分け、対する阿比留美智子は6戦戦って2勝4敗、2勝のうちは1つ KO 勝利、3連敗からの2連勝もありました。伊賀さん、このデビューしてからなかなか勝てずにいた阿比留ですが、2連勝もあってボクシングを続ける上で勝てない日々が続くっていうのはメンタル的にはどうなんですかね。いや、 やっぱり2連敗3連敗してくると、はい、やっぱりどうしてもちょっと次に勝たないといけないっていうプレッシャーもすごく選手にとっては大きくかかってくると思います。そうですね、はい、第2ラウンドが始まりました。左のジャブを打っていく、やはりこのあたりは手数を増やして大切なのはどういったところが大切ですか。2ラウンドに入りました。やっぱり浜田選手は、はい、すごくフットワークがいい選手なので、はい、しっかり足を使って阿比留選手の動きをかわしてパンチを打っていったらいいと思うんですけど、はい、逆に阿比留選手はやっぱり、はい、手数のフックも入りました。すごくいい選手なので、はい、どんどんしっかりと前に出て手数たくさん出して。そうですね、阿比留は試合開始からしっかり手数も出ている中で、浜田はフットワークを生かしてその攻撃を避けながらパンチを当てている。左のジャブ差し合いになりましたっていう印象ですね。いいですね、両選手ともしっかりジャブが出せているので、はい、右のストレートしっかり阿比留が入ってきたところを浜田がしっかりカウントも返していくという展開もありますね。はい、そうですね、浜田選手に関しては右のストレートから左のフック、はい、1、2投だけスパーリングをしたことがあるんですけど、やっぱり一発一発のパンチがしっかり打ち込める選手なので、右のストレートカウンターをしっかり狙えているので、はい、右のストレート顔面を捉えた強いパンチ、右が非常に伸びている右のストレートです。やはりフットワークを生かしながら相手の出てくるところを回ってこういう攻撃をかわしているというここまでの展開です。そうですね、うまいですね、すごい足を今もうまく使えているので、はい、この調子でしっかり相手の動きをさばきながら、はい、カウンターしっかり狙っていってほしいですね。はい、第2ラウンドここまで前半戦が終了しています。皆さん、ここまで前半戦まず終わりましたが、お互い、両者の動きいかがですか。いや、阿比留選手も、打たれながらもしっかり落ち着いてごちゃごちゃ前に行かずに、はい、ジャブをついていけているので、はい、その点はすごくいいと思います。これは
先ほどの第2ラウンド中盤のラッシュのシーンですが、互いのパンチが交錯するというシーンも出てきましたね、はい、この、まあ、ボクシングにとって距離というのが一つ鍵になると思うんですが、この距離どちらの距離と言えますか。そうですね、まあ、やはりあのジャブをうまく足でさばいてジャブ打ってるのは、まあ、浜田選手の方かなという印象があります、はい、後半に向けてアビルが必要になってくるのはどういったところでしょうか。やっぱりアビル選手のいいところでもあるので、あの手数をしっかり出して、はい、まあ、でも雑にならずにしっかりとあの確実に当てていくパンチを出していくことがポイントかなと思います、はい、これまでのアビルの、まあ、試合展開とは違った、また違った落ち着いた左のジャブから組み立てていくというのを、右のストレートアビルが打ち込んでいったところ浜田も返していきました。落ち着いて試合展開ができているのも浜田アビルの成長もあります。左のジャブ、ただ試合時間が短いという中で手数もどんどん出していきたい両者の戦い。試合は後半戦へと入っていっています。女子フライ級4回戦、左のフック、ガードの上からでもしっかりパンチを打ち込めてますね。そうですね、あの、まあ、4回戦なんで、はい、もうあっという間に終わってしまうので、はい、もうしっかり手数出していった方がやっぱりポイント高いので、はい、右のフック、もうガンガンお互い両者とも打ち合ってやってほしいですね。左のジャブ、右のストレート、左のフック、お右のストレート、アビルも返していく。こういったところは気持ちのぶつかり合い、しっかりパンチも出ていますね。そうですね、やっぱり浜田選手もしっかりガード固めて、あのアビル選手のあのストレートをちょっと気をつけてほしいですね。そうですね、前に出たところアビルもしっかりパンチ力持っています。2勝のうち一つは KO 勝利で飾っているアビルです。ただ少しアビルの顔が赤くなってきたか。パンチをもらっている浜田、ちょっと大振りになってきましたね。しっかりガードを上げていきたい。右のストレート、ただ返していくのは浜田。どうですか、少し体力的にもきつくなってきた印象ですか。そうですね、まあ、これ終わったらもうあと1ラウンドなので、ここはちょっと気合で頑張ってほしいですね。第3ラウンドも終了しています。残すところ2分間ファイナルラウンドということになります。序盤からしっかり手数が出している両者ですが、少し体力的にもきつくなってきたところで残り2分間ポイントになる有効打をどんどん出せるかどうか。これは第3ラウンドの浜田のラッシュ、ただアビルもしっかり返している。右のストレートも出ました。ただお互いが少し大振りになってきたところで当たれば危険というところもありますね。そうですね、お互いに今ちょっとやっぱりパンチもありそうなので、KO ありえるので、ちょっと雑にならないようにしっかりガード上げて最後のラウンド頑張ってほしいですね。はい、ラウンド4ラストラウンド。会場からは大きな拍手。女子フライ級4回戦ファイナルラウンドへと入っていきます。左のジャブ、残り2分間という戦いになります。右のストレート、フットワークを生かして上体を揺らしてパンチをかわしていく浜田。もうここはラストなんで、お互い出し切ってほしいですね。視力を尽くす右のストレート、ガードの上からでもしっかり手数を出して、もう最後は気持ちの勝負ですか。そうですね、やっぱりもうしんどい選手、両選手のもうしんどい。右のストレート、もうここはしっかりお互い手数出して、はい、もう逃げずに頑張ってほしいです。右のストレート、お返していったアビル、まとめていけという陣営からの声。浜田、やっぱりあのアビル選手のあのきつい時のこの手数の多さがすごくいいですね。気持ちでは負けない、ピンチになってもメンタル、気持ちでは負けないんだというふうにアビルは話していました。残り1分を切って、前に前に出ているアビル。浜田さんもでもよく見えてますね。フットワークを生かして試合開始から相手の攻撃をかわしている浜田です。最後40秒打てるか。左のジャブが伸びている。右のストレート、
視界距離になってしっかり手数が出していますか。そうですね、あの、うん、お互い一歩も引かずに抑えているので、はい、引きませんね。あともうちょっとですね、頑張ってほしいです。距離が近くなってパンチが交錯するシーンが増えてきました。さあ残り20秒切っている。最後は気持ちの勝負だ。残り10秒、どんどん前に出る。最後パンチの出せるか、気持ちの勝負だ。ゴングが鳴りました。女子フライ級4回戦、濱田麻里奈対阿比留美智子の試合は判定へと移っていきます。お互いの気持ちが垣間見えた、そんな試合になりましたね。そうですね、2人ともすごく気持ちが最後まで強く良かったと思います。最後まで一歩も引かない両者の戦いになりました。濱田にとっては地元での一戦になりました。39対37、ジャッジ近藤、ジャッジ池原ともに40対36、以上3対0の判定により勝者、赤コーナー濱田麻里奈。終始フットワークを生かして相手の攻撃を逃がし、有効打をしっかり当てた濱田が勝ちました。判定3対0、濱田麻里奈の判定勝利となっています。皆さん2人はフルマークをつけましたね。そうですね、やっぱり濱田さんのあのうまく相手のパンチをかわせていたので、その点がすごく良かったなと思います。負けた敗れたアビルもしっかり前に出て手数を出していた印象ですが、ね、いやもうすごく落ち着いて試合運びをできていたので、その点は本当にアビル選手もすごく良かったなと思うんですけど、ちょっと惜しかったですね。はい、女子フライ級4回戦、濱田麻里奈対阿比留美智子は濱田麻里奈の判定勝利ということになります。地元の観客からも大きな拍手に迎えられて退場していきました。この放送の解説は伊賀薫さんでした。どうぞどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日第5試合に予定していましたクラトキジム竹本選手対名古屋大橋